それでは C に行きますね。まっすぐの伏せる位置、いつもの位置ですね。そしたら、この横の線に対して今から真ん中に縦を持ってきますが、上の部分よりも下がちょっと長くていいかな。そしたら1の半分ぐらいの長さで伏せる位置を書きますが、真横に止めてください。